はい、こんにちは、主さんです。今回ね、久しぶりに、任天堂スイッチをね、ジャンクで手に入れることができたので、こちらをね、やっていきたいと思います。症状的には電源は多分入ってるんじゃないかなっていうやつを買ったらしいんですよ。で、結局、やっぱり直せないから、直せないっていうか、なんか思うようなことはしたらしいんですけど、ダメだからっていうので、それをね、個人売買で5000円でね、買ってます。ね、どうですかね。まあ見た感じ、外傷はないですね。で、電源が過去に入ったらしいんですよね。話によると。なので多分電源入るはずなんですけど、たまに音がするんですけど、みたいなね。まあよく聞くじゃないですか。たまに音はしてます。でも画面は映りません。電源はきっと入ってるんだと思います、みたいな。あの、ニンテンドースイッチのね、ジャンクの説明にありがちなやつなんですけど、まあ、こいつがね、本当にそうなのかっていうのは本当にやっぱわからなくて、あの、意図的にそう言ってる人もいるし、本当に素人でわからないっていう人もいるから、まあスイッチのね、ジャンクを触るのは気をつけてください。あの、本当に重症のやついっぱいあるんで。はい。ということで、こちらをね、今回やっていきたいと思います。ということで、まずはね、電源の確認しましょう。電源、オン。オン。まあ当然ね、電源入らないですよね。で、まあじゃあ充電がないのかっていうことで、まずはね、この純正充電器の、これ任天堂スイッチの充電、純正のやつなんでね、これ挿します。何も言わないっすね。何も言わない。もし画面が死んでてタッチパネルが生きてたら、この時点でカン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 って言うんですよ。もしかしたらもう放電済みなのかもしれないので、ちょっと充電をこのまましてみたいと思います。はい、充電さしてね、だいたい1時間ぐらいしたんで、多分充電ゼロだったものが少し入ってるんだと思います。まずこの充電のセンスで刺した状態で電源ボタンを押してみたいと思います。いきますよ、こっちが。せーの。音で無反応。映らないですよね。で、どっか押します。ちゃんと反応してますね。これはいい兆候かもしれません。ということで、まず画面、とりあえずタッチは生きてる。で、電源は入る。さっきつかなかったのはバッテリーがないっていうこの3つが分かりました。じゃあ次はですね、画面出力するかどうか見たいと思います。このね、純正ドックに純正アダプターを挿して、で、こいつを、刺したら、お、出力しましたね。これはラッキーだぞ。おお、まあ、とりあえず、待ってくれ。編集で、プレイヤーさんのやつは消してるんですけど、とりあえず、起動はしますね。時間が9時39分。まあ、ネット繋がってないからなんですけど、いう感じです。今、マリオカートが起動してるってことは、マリオカートはこれダウンロード版ですね。あとは、フォートナイトとかはダウンロード版なのかな？多分ダウンロード版だな。おー、いいね、これは。これはいいね。この使えちゃうパターンのやつですね。なるほど。わかりました。とりあえず、まあ、起動してゲームができるっていうことが分かったのは、かなりの収穫です。では、次ですね。ちょっとじゃあ、こいつ分解していきたいなと思います。はい。今ね、ちょうど電源を切って、今からやるぞ、あれをするぞと思ったらですね、高温になりすぎてスリープしましたって出ました。ちなみに、あっちです。ファンが死んでる可能性がありますね。ちということで、まあまあ、そんなことよりも、分解しましょう。分解がメインです。毎度のことなんですけど、スイッチを分解するのに必要なのは、このね、Y 字の、これね、1.6 ミリっていうやつです。リンク貼っときます。で、同じく、あれですね、まあよくある。こっちは別にあれですよ。そんな、いいの買わなくても大丈夫です。100均とかに持ってる、精密セットの中のやつで外れます。で、まずは、
おー、これ分解してるな。これ過去に分解してますね。この、ああ、過去にこれ分解して舐めてますね。マジか。過去に分解して舐めてますね。ふざけてるな。おー、ギリギリ。一応ね、Y 字のビスは何個かまだ備蓄があるから、それと付け替えましょう。よし、OK。どうしてもね、空回りするときはいろいろしてみてください。僕がするのは引っかかるとこを探して丁寧に巻くか、今回みたいにもう完全にこうグッとこう下、上からね、下にこうプレッシャーかけて回す場合があります。これも、これなんてもうほぼ星マークになりかけてるぐらい、舐めてます。この上のビス、ここのビス外して、なんか久しぶりだわ。久しぶりすぎても段取りを忘れつつあるな。で、上のビスはね、若干この、あれです。短いんです。で、多分このね、充電のタイプ C のところも短いはず。短いですね。同じ短いビスです。はい。これね。で、スタンドのところの、外れちゃったけど、ここにもね、あ、ピント合ってないです。ここにもあります。なんかね、今日ね、オートフォーカスの、あれが悪いな。あ、SD カード刺さってんね。あ、起動しちゃダメだよ。ここもあるので、ここも外します。ここはさらに、ちっちゃいっす。ここが一番ちっちゃいって覚えておいてください。これで外れるかな？外れないか。で、確かこの真ん中外す。Y 字なのは、背面だけです。あとは確か違うはず。で、外れる？だよね、外れるよね。よーい、外れた。あっつ。多分ね、ファンが死んでる可能性がありますね。めちゃめちゃ熱い。で、ファン回ってたんかな？とりあえず、あと、ここと、分解を試みたけど、多分ビスを舐めてしまって、志半ばでやめてしまったってやつかな。なんか僕が過去に分解したことあるやつと少し違う気がするな。もしかしたら、あれかもしれんな。なんか新しいんかもしれんな。よし。これ、あ、またあった。と。よう、これで本体曲がってないな。キー。これで外れて。よね。オッケー、オッケー。あ。オッケー。外れましたね。こんな感じです。これで、やっと外れたって感じです。で、確認したいのは、ファンが死んでるかどうかっていう。誰かさんの毛があるね。ピント合ってなかったですけど、ここ鼻くそみたいについてますね。これ確か液晶へ行ってるのは多分これだったと思うんですけど、これ多分液晶、あ、タッチパネルだったかな。ちょっとわかんないですけど、ちょっと後で見る必要がありますね。とりあえずこの状態で、もう一回電源を入れて、ファンのちょっと挙動を見ましょう。ちょっともう一回ちょっと、この状態、あ、嫌だな。汚れそうだな。汚れそうだが仕方がない。神業で。
触れずに刺すぞ。ああ、そうかそうか。今ちょっとあれですね。これに、こいつにこうダウンロードされたやつを抜いてるから起動はできないけど、これで、やっぱ回ってないね。多分ファンは死んでると思います。ファンは死んでると思います。今一応始めてるんですけど、ゲームを。ファンが一応見える状態でこれプレイしてるんですけど、これでもし、まあ、一度も、ゲームが、まあ、このレースが1回終わる前に一度もファンが回ってないようだと多分ファン死んでるんですよ。まあ、ファン死んでるのはもうほぼ間違いないとは思ってるんですけど、あ、1回も回ることなく今落ちました。ということでファンが死んでるのは確定です。これが怪しいんで、すげえ汚いから、これ掃除したらワンチャン治る可能性があるんじゃないかなと思ってます。ということで、まずはこのこいつですね。ファンの取り替えと、やっていきたいなと思います。まずはヒートシンクをね、外しておあ、先にこう、さっきバッテリー外してください。当たり前なんですけど、バッテリー外した方がいいです。で、ここも外して、このね、ヒートシンクのシルバーのね、ビスを3つ外すと、このヒートシンクさんがね、外れてくれます。で、ヒートシンクのここのフィンってすごくひしゃげやすいんで、あれだったら気をつけてあげてください。今ね、熱落ちしたとこなんで、すげえ熱いです。ここめっちゃね、この銅のとこは丈夫なんだけど、この先がね、結構すぐ歪んじゃう。特にね、初めて分解するときは、結構ね、引っかかるんです。これを思いっきりやったら、ね、このスポンジもね、粘着になってるからね、ガッとやりたくなる気持ちはわかるんだけど、あんまりすぎると今度こっちもね、わかる？ここのこいつもね、折れるんですよ。こいつも折れちゃうんで、気をつけてください。うーわ、どうしよう。こうやな。うん。で、ここも、ここと、ここを外すと、このね、イヤホンジャックのあれが外れてくれます。これも何が何だか分からないようにちゃんと避けといてください。で、こいつを上に持ち上げる。で、上に持ち上げるとここが外れます。あ、先にここのビス外してください。もう久しぶりすぎて忘れたわ、いろんなこと。こうやね、はい。うーわ、何これ、潮吹いてるやん、潮吹いてるやん。あー、なるほどな。はい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 。分かってきたぞ。何かをこぼしたな？こぼして、水没じゃないけど何かをこぼして、やって、あー、水没だわ。ほら、水没。今気づいた。ここピンク、真っピンクになってるじゃないですか。これ水没っすね。これもともと点々点になってるはずなんですよ。違うか。ピンクじゃないはずですよ。水没してんすわ、これ。はぁ。よくゲームが起動できたな。まあ、これ、僕、新品持ってんすよ。新品じゃない、中古持ってんで、それ付け替えたらいけるかもしれないです。あ、これ、もともと上がってんじゃね？今気づいたんです。たぶん、これ、このノッチが上がってた可能性があります。ちょっと、さっきやろう。もしかしたら、これで復活するかもしれん。これで復活したら笑う。はい、これが私のね、もぎ取りスイッチです。もぎ取り用の端末ですね。過去に基板がダメだったやつの側と、あれです。これ外して、で、このカバーを外してあげると、もぎ取りスイッチの中身がね、出てくるんですけど、まあ、このもぎ取りスイッチもどこまで何が生きてるかわかんないですけどね。まあ、とりあえずこの端は絶対大丈夫なはずです。あと、これもね、
まあ、なんならこのフレッキケーブルもね、変えてやってもいいかもしれない。でもフレッキケーブルはどうだったかな、忘れたな。とりあえずちょっと分かんなくなっちゃうから、ちょっといろいろ話すわ。まあこんなことしなかったらね、僕みたいなこういうことが趣味じゃなかったら、こんだけパーツを置いておくこともないと思うんですけどね。簡単に取れるでしょ。はい。で、このファンを使います。まあ、なんならこれも交換してやってもいいかもしれない。こいつがダメな可能性も微妙にあるからね。これはでもね、タッチパネルじゃなかったかな。うわ、うわ、これあかん。これあかんぞ。すごいわ、これ、これ、これ。めっちゃ汚ねえもん。これ、綺麗にしよう。もう水エタノールで行くべきか、接点復活で行くべきかすら悩むな。もうね、すでになんか損傷してるんだよな。これね、キランって光ってる、これが正常なやつで、この辺に若干こう、くすみがあるのわかりますか？確実にあれなんですよ、この、端子というか、汚れてるんですよね。汚れというのか、下手したら傷というのか、ね、ここね、この、こういう、これ、汚れないよね、これ以上ね。これはちょっとダメなのかもしれないね。もしかしたら。で、このコンタクトスプレーを。で、シュッとやって、ラッチンとこね。ラッチンとこを、とやってからの、うわ。なんか塩水かなんか入れたんかね。石灰化してますもんね。まあちょっとこの辺掃除してやってみたんですけど、やっぱり改善しないんで、この基板をね、こっちに移設して、なんとかするっていう方法にしてみましょうか。その方が簡単だよね。どちらにせよもう、その、ダメなものが多いからさ。多分それで治っちゃうと思うんだよ。多分ね。わかんないけどね。多分治っちゃうんじゃないかなと思います。はい。ということで、これをまず外す。で、こいつもラッチを上げて、外します。これはもうフィラメントが多分ダメなんだよ。間違いなく。で、これはもう、こいつが、ファンがダメなんじゃなくて、もしかしたら基板がもうショートしてしまってる可能性もゼロではないんだよな。まあ、この移設でダメじゃないんだったら、そうかもね。基板がダメなパターンもあるよね。もしかしたらですけど。で、これも上げて、で、やばいな、久しぶりすぎてちょっとやってしまう可能性が微妙なんだけど、多分なんとかなるでしょう。で、あとはビスを外していくだけだよね。これってなんだっけ？これってなんだっけ？思い出せないな。忘れんようにしよう。ここに、これが基板用の。
手前に置いているのが基板用だ。1、2、3、4、これで外れる？あ、ここも外さないとダメか。これで外れるよね。あ、割れてんじゃん。どうしよう。割れてるな。割れてるけどめんどくさいな。めんどくさいからちょっととりあえず動くか動かないかだから。先こっちにするわ。このまま行くわ。で、こいつも外すと。で、これをここに持っていって。で、これやの？うわ。あ、間違えた。え、間違えてる？間違えてるね。こっちじゃないよね。とりあえず一箇所だけでいいか。一箇所飛ばしてもいいか。二箇所は止めよう。初期でこいつはバックライトだ。これは別につけなくても、これはつけなくてもスピーカーだから。で、
これは電源だから、つけなくちゃいけない。それで、なんでこれな。ここだけ基板止めようか。せーの。画面割れてんの忘れた。お前画面割れとるやないか。これでいくってことは液晶交換すりゃ使えるのか。はい、よくよく見てみたらですね、ピントはきっと合わないと思うんですけど、このバックライトのこいつも、ね、絶対ピント合わないね。バックライトのこいつも、完全にカビというか、ついてますね。バックライトが光ってなかったのか。いや、そんなことはないのか。ちょっと、まあ、どちらにせよ、もうこの、こいつは使えないから、こいつは、この、こっちね、こっち画面割れてたわ。もうね、ずっとずれてなかったから。なので、もう一回戻して、どちらですよ、こっちのもう液晶使えないんで、ちょっと割愛しますね。確実に水没しているであろう、あの真っ白の、あのソフトのリーダーなんですけど、ちゃんと今、スマッシュブラザーズを入れた、ちゃんと読み込んでるんで、あれは使えるんだろうなと思う。今回はまあ、交換せずにいようかなと思います。なので、まあ、基板はおそらく問題ないから、液晶パネルだけ、Amazon で適当なやつを買って、それをつけて修理を完了したいなと思います。ということで、今発注したので、続きは到着したらというふうな感じでやっていきたいと思います。はい、どうしても、ファンがね、交換しても回ってくれないんですよ。で、よくよく調べてみたら、この MACCPU21。よくよく調べたらね、この MACCPU21 っていう、この基板。この基板は、そのファンが回らなくなる、その、エラーというか故障が結構多発してるらしくて、その原因っていうのが、これね、見えるかな、見えないと思うんですけど、このね、この、これがファンのコネクターなんですけど、ここに一個黒いチョボが見えないですかね、ここに。この黒いチョボがね、あるんですけど、こいつがどうやらそのファンを制御しているチップらしいんですよ。このチップがバカになると、ファンが動かなくなるっていうものらしいです。で、やり方としてはこいつを要は、取り外してあげることで、導通しなくなって、ファンが回るようになるっていうね、そういうまさかの修理方法があるらしいので、それをね、やってみたいと思います。なんかね、これがまたね、どうやって飛んだって話なんですけど、基本的には温めてね、取るらしいですよ。ね、いけるかな？大丈夫かな？ちょっと不安なんですよね。うまくいったろうか。取れてるはず。多分ね、取れてるはずです。わかんないけどね。僕の見た感じではなくなってるんですよね。なので多分大丈夫だと思います。回りましたー。回りました。ありがとうございます。できましたね。はい、ということでね、液晶、買いました。今回はね、Amazon ではなくてメルカリで買いました。値段がちょっと安かったんですよね。で、前にやったのは、Amazon のところで、Amazon で買ったやつで、まあ、それはまたリンク貼っておきますけど、と、なんかね、それが今ちょっと少し高くなってて、メルカリの方が若干安かったっていうのが決め手です。ぶっちゃけどこの製品使ってもそんなに多分変わんないのと、これメルカリなんですけど、一応初期不良は保証しますって書いてくれてるんで、安心してね、使っていけるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。これが実際見る方ですね。で、これが裏面になります。で、今から外すんですけど、きっとここね、塩だらけっていうか、水のなんかの白いなんか、あれ、だらけになってるはずです。前もそうでした。ね、なので、まあ、こっちは別に外しても外さなくても、
あ、外さなくちゃいけなかったっけ？あ、外さなくちゃいけなかったと思う。で、これは最後に外したらいいです。で、これが、あれですね、液晶とバックライトの、あれなので、ちょっと癖をつけてね、つける必要があります。で、今からすることは、これのね、少し温めて、ここの溝見えます？この、見えないかな。あ、これはね、この溝から、こう、めくっていくっていうやつです。で、こっち、こう出てくるんで、これはね、こう開くんですよ。こう、スイッチを上に、だから、ゲームスロット側にこう、ペターってなっていくんで、あんまりやってブチってならないように気をつけてください。ポイントがあるとしたら、まあ今からするんですけど、全部別に外してもいいですけど、外さなくても多分大丈夫です。で、あ、もう外した方がいいか。それファンは絶対外さないためです。ファンは外して、ヒートシンクは外してください。ヒートシンク外して、ゲームスロットですね。ゲームスロットも外します。まあ、ここからこれ出さなくちゃいけないからね、これを。で、ファンも、もうここまで来たらめんどくさいんで、そんな手間じゃないんで外しといてください。外します。こいつと、こいつね、を外しましょう。液晶とバックライト。こいつは外しとかなくちゃいけない。あとは別にどっちでもいいです。よいしょ。で、このままだとね、これがペタリとついて汚れるんで、蓋しといた方がいいですね。僕はそうしてます。あとは別に分解しなくても、基本は問題ないです。だからね、はぐっていくんですけど、あった方がいいものは、まずこれですね。これピックなんですけど、これ薄くて、ちょっと柔らかくて強いプラスチックのものと、あとは、こっからね、こっからこう、めくっていくって言ったじゃないですか。これね、あれではやってはいけません。こういうプラスチックのね、なんか引っ掛けるようなやつ。大体、大体こういうもん買ったらついてきますよ。てか、ついてるやつ買ってください。ない人は。僕はこういうこと何回もしてるんで、こういうのがいっぱいあるんですけど、こういうプラスチックのね、この耳かきみたいなやつで引っ掛けてやります。別にこれじゃなくてもいいです。多分、ちょっとここに入るぐらいの、薄さの、例えば、なんだろうな。アイスの棒じゃないんですけど、そんなんでもいいです。要は、あんまり硬くて鋭利なやつだったら、傷つけちゃう。というのも、中の、今回液晶ダメなんですけど、タッチパネルは生きてるんですね。説明がすごい下手なんですけど、これは、液晶とタッチパネルの2枚重ねになってるんですよ。で、今から外すのは、タッチパネルを剥がすんですよ。で、もしこいつ割っちゃった場合、どっちも変えなくちゃいけなくなってる、なっちゃうんで、無駄に仕事とお金がかかっちゃいます。で、今は液晶だけがダメなんで、とりあえずこれは、このタッチパネルは無傷で起こして、中身を取り替えるっていう、そういうことでございます。はい。ではね、やっていきましょう。とにかく焦らない。焦らずにやる。ただそれだけです。ちょっと炙ったら、ちょっと浮かしてみたり、まだだなと思ったらまたちょっと炙ってみる。この周りはね、プラスチックだったりするんで、本当にね、あんまりやりすぎたらひしゃげちゃうんで気をつけてください。なので本当にちょっとずつでいいです。誰も焦らさないんで。え？あ、しまった。反対から開けてたわ。反対から開けてたね。それはダメだ。ダメなことした。ね、はい、これでできます。やっちまったな。反対からやっちゃいました。絶対やったらダメですよ。反対からやったら。
もうフレッキケーブル切ったら終わりなんだよね、マジで。あ、切ったかもしんない。切っちゃったね。これダメかもしんないね。うわぁ、切っちゃったや。切っちゃった。もう、バカ。くそ。タッチパネルはね、切ってしまいましたね。これもダメです。使えないです。もうこれは多分使えないと思います。まあ、タッチパネル使わなかったら別にいっちゃいいんですけどね。はい。で、これね、これが液晶なんですけど、液晶はね、なんか隙間の方から引っ掛けてあげるだけで簡単に取れちゃいます。こんな感じでスーって取れちゃいます。スーって入られちゃってね。で、これをこうやってこういう感じ。普通に水没してるんだと思いますよ。で、これがこれに変わるんですね。裏はやっぱりめくってるっぽいですね。今回も同様なんですけど、この癖ね。これと同じ癖をつけてあげないと入んないんで、まあ、これを要は、こっちに折り込んで、で、ちょっとね、こっちに丸めてあげる。こういう感じで。こういう感じで。手前に曲げて、数字の2を作るみたいな感じですね。そしたら多分、ほら、同じ形になったでしょ。これはこうで、最後、こうひっくり返ってきてインするんで、まあ、これぐらいでいいかな。こんな感じで。ほぼほぼ、同じようになったんじゃないですかね。ピラーっと飲み込んで。こんな感じね。だからこっからこうやって出てくるんですよ。ここと、が出てきてるでしょ。これでいいんです。これをキー、まあこれで多分液晶は直ってると思います。一応液晶の確認しますか。あ、ほら映った。液晶復活だけど、奇跡が起こった。あれ？ほら、ほら。え？なんでいけんの？あー、でも、完璧ではないな。でも、あー、生きてるとこと死んでるところがあるのかな？え？やった。